2024トヨタイヤーズ FWT 白馬クオリファイアホースター白馬バレー白馬八方尾根スキー場アルパインエリアで今年も開催です。実況スポーツ MC アリーと白馬在住の吉田龍也でお送りします。龍也さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。白馬で開催っていうこのホースターイベントジャパンシリーズの中でも唯一のホースターですからね。そうなんですよ。このいくつかある日本の、ジャパンシリーズの中でも、はい、やっぱりこうトップの大会ということ で、ね、選手の意気込みも違いますし、熱量が違うんですよ、そして今年は昨年とまた違ったフェースが用意されているということですから。そうですね、うん、毎年大会番が変わるっていうのが特徴的なんですけどね、はい、今年はどんな大会が、まあ、大会になってるんでしょうか、ね、世界のトップ選手たちも白馬で滑りたいと、はい、そういう思いなんですよね。今年はもう世界各国からね、すごい数の選手が、ね、参加してくださっております。そして選手以外もやっぱりもう今白馬注目されてますからね、はい、すごいですよ。もう街中見てください、すごい海外みたいな、本当そうなんですよ面白い街です、はいはい、さて今回の大会斜面なんですけども、はい、ビッグトライアングルショルダーというフェースになりましたね。スタートの標高1550メートル、フィニッシュエリアは1200メートル、標高差は350メートルですね。このフェースで行われるんですけども、選手はこうやって下からチェックを行います。どの斜面どのポイントとポイントをこう結んでラインを、ね、作っていこうかということで今イメージを膨らませているという状況なんですよね。一番楽しい瞬間ではあります。確かにそうですねで選手同士があのラインどうとかってね、はい、そういう話もしてるんですよね、はい、そして FWT ではバックカントリーにおけるこのリスクの再確認、ね、アバランチクリニックをしっかりとこのトップ選手の中でも行っているということなんですよね。嬉しいんですよね、うん、重要大切ですよね、はい、うん、さあそれではヘッドオブセキュリティのコメントを聞いてみましょう。このヘッドオブセキュリティというのはこの大会バーンとかをきっちりと決める非常に重要な役割の方ですね、はい。開催斜面は今回まあ新しく選定したビッグトライアングルショルダーというところにまああの決めました、はい。でまあ、そのビッグトライアングルショルダーの特徴としてはビッグトライアングルのプチトラの方よりは斜度が落ちて、あの新しくついた HST というのが深くて、で選手のパフォーマンス性もあのランディングであの体に衝撃を受けないとか、あと斜面がもともと広いので、アイテムもたくさん あって選手のパフォーマンスが生きるのかなというところで、まあ、あのより良い選択になったかと思います。ライダーたちはどんな選択をするのか楽しみです。楽しみですね、うん、はい、FWT ではスタートとゴールが決められていまして、大会斜面での総合滑走能力で順位を競います。コンテストのジャッジングポイントはライン、流動性、ジャンプ、テクニック、コントロールの5つのカテゴリーをもとに採点します。はい、さあ続いてはスキースノーボードのジャッジ2名のコメントを聞いてみましょう。自然の中の斜面でスタートとゴールだけが決まってる。でそこにこう1個の額があって、そこにみんな自分たちのスタイルそれぞれ違うと思うんですよ。でそこに対して一本筆でどう描くか、まあ、パッと見てこう飛べるとこが多いなっていう印象ですね。なんで、まあ、雪のコンディションがいいとこ悪いとこ混在してると思うんですけど、まあ、その中で、まあ、明らかに飛べそうなポイントでしっかり飛んでこれるかっていうのが、まあ、結構ポイントだと思います。なるほど、まあ、とにかくジャンプも必要ですし、ライン取りも重要だということを、滑って飛んで、うん、さあそれをどういうふうにまとめてくるかという感じになると思います。ですよね、はい、じゃあ早速ですが、うんうん、はい、スノーボードの始まりますか、はい、いきますよ。ちょっと見ていきましょうか、はい、スノーボードメンズスタート。今回は15名7カ国の選手がエントリーとなりました。7カ国ですよ、はい、日本選手だけじゃなくね、海外の選手もライバルになってくるという今大会の特徴なんですが、さあどうだったんでしょうか、楽しみです、はい、まず最初に登場してきたのがこちらですね、ビブ7番の八代優斗、はい、この選手もねそのこと上手な選手なので、結構ターンで、ね、見せてくれたりもしました。はい、しっかりと地形を使って飛んでくる。ここもバックサイド気持ちいいね、ターンが、うん、はい、でちょっとねここスピードコントロールあったんですが、ここは飛びたかったんでしょうかね、どうなんでしょう、落ち着いてその次のフェースを見ていったという感じだと思います、うん、かっこいいですよここの滑り、ボトムもね、バックサイドターンも綺麗ですよね、サーフライクなね、はい、おー、スピードに乗ったいいターンでした。わかりまして、はい、続いて21番はこちら杉山和弘、
わー、ナイス、飛びますね。インディグラブ、はい、全く見えないこの斜面に、うん、あのグラブをつかみながら飛んでいる、そうですね、もうこれだけでも結構度胸いるんですけどね、はい、はい、いい滑りです。あ、もう一回インディグラブ入りましたね。しっかりスタイル出していきますね、はい、飛ぶだけじゃなくて、そこにこうグラブ入れたりだとかね、トリック入れることでちょっと余裕も出てるようにちゃんとジャッジにアピールができます。そうですね、はい、白馬在住ですって、はい、かっこいいですね。白馬大会常連メンバー、こういう人たちが滑ってる山っていう、ね、こう白馬の山、本当にいい山なんだなって思います。はい、その間行った、ね、全部当て込んでくぜ、飛んでくぜっていう、美味しいとこ全部行ってますね。はい、大きなラインでした。こちらがフランスから参戦のマセオ・ペレソン、はい、マセオ選手もね、パワフルなんですよ。ちょっとスピードつきすぎましたかね今のは。そしてこのライン取りでいくと、そのまんま飛んできますよね。綺麗なインディグラブですね。他の選手も使っているこのセンターへみんなね、うん、飛んでいく選手が多かったように見受けられます。さあ、そのままねボトムラインなんですが、うん、やっぱりねこう飛んだ後のね、はい、スピードの処理だとかっていうのは、はい、すごくうまかったです、この選手も。あ、そうですか、はい、でやっぱり、ね、こう飛んできますよね。ここは誰も行ってない、ナイスナイスランなんですよね。今のジャンプ気持ちよさそうでしたね。気持ちよさそうでした。さあ、大輔渡辺選手、こちらはワイルドカードで出場ということで、はい、うん、はい、運営がね満を持して投入したという感じなんでしょうね。元スノーボードクロスの選手ですから、はい、滑りがうまいんですよ。やっぱスノーボードの選手、むちゃくちゃ G に強いんですよね。だからこう全然ターンなんてもうものともしない、もうしっかり自分のライン取り、選んだラインをこなしてくる。ここもそうですね、誰も入っていないライン、はい、そうなんですよ。結構スピード、そしてスタイリッシュですよね。いいですね。スプレーってこう、加点対象ではないんですけど、やっぱ見てて気持ちいいですよね。気持ちいいんですよね、はい、ここバタートリックとか入れてくるじゃないですか、うん、ね、これも加点別にならないです。でも入れちゃう、これでミスっちゃうとね、はい、ダメなんですけども、そのリスクを背負って、それも一つのスタイルなんですけども、はい、こちらオースティン・ブラウン選手もでかい。変わって、もう変わってますよ、ビューナンバー1です。これ僕当日見てましたけどね、うん、こう下から見てもむちゃくちゃでかい飛びをするんですよ。あ、そうですか、はい、で、さらにつないでいく、イエー、回してきますよ、360バチッと決めてきます。結構今大会ね、トリックをする選手多かったんですが、はい、フラッシュも多かったんで、はい、さっきの選手はしっかり決めてきました。変わってこちらがスイスのレミ・ベナモ、はい、こちらもパワフルです。縦のラインで結構攻めてきますね。そう、スイス出身ということで、やっぱりね、急峻な地形に強いんだと思います。こういう縦にここも飛んできますからね。あ、でかいですよ地形、上から見たら何も見えない、うん、はい、さあそこからさらにスピードに、そのままねスピードを乗せた、このスピードはすごい、はい、で抜けてきますね。そのスピードに関してビッグ360、バリスタイドビッグ360ですね。はい、かっこいいな、この滑りしてみたいですよね。さあ、そしてここね、結構どう料理するか、ここもバックサイド360、ナイス、しっかりトリックに強い選手という印象を、はい、与えてきます。そして変わってこちら登場してくるのが吉田麻人、去年の優勝者ですね、うん、あ、そうか、はい、昨年のスノーボードカテゴリー優勝ということで、今年もいい滑りでした。連覇を狙う、はい、ここのフェーズの一番上から一旦ね、さあここ行こうかとチェックするんですよね、はい、かっこいいな、はい、まあ、ちょっとね流動性という部分にはね、そういう部分では確かに、はい、引っかかるんですが、うん、ええ、その後の滑りにつなげてくるというところで、やっぱり総合、ここ行く、他の選手が行かないこのオリジナリティのあるラインっていうのも、やっぱりこの採点の中で重要になってきます。そうですよね、はい、さらにここでビッグ、ここでワックサイド360、かなり飛んでるぞ。日本の選手トリックしてね、ほとんどクラッシュしたんですけど、はい、しっかり立ってきました。いやー、そしてまだ続く、ここは深いターンでくるのか、ね、ここね、こう軽めにジャンプを入れて、はい、でもやっぱりこう大きく斜面を使ってきたので、はいはい、そういう部分でもやっぱりこうジャッジには印象いいと思います、うん、そうですね、はい、そして本人が何より楽しいと思います、はい、そして変わってこちら、さあ来ました、もう出てますけども優勝なんです、はい、岡圭司選手89ポイントをマークした、そうです、岡圭司郎、圧倒的にもうね、はい、映えるスノーボードですね、うん、これすごいスピード、もうゴールエリアからもう大歓声でしたよ、彼の滑りは、はい、まずはスピードに乗せた大きなターン、ね、これ相当スピード出てますよね、すごいスピード速かったです。でさらにそのまま入ったフロントフリーリップ、まさか勝ってきましたからね。
もうこれ終わったんですね。この瞬間みんな優勝しただろうってちょっとちらっと思っちゃったぐらいのインパクトをどうか。でもそのジャンプだけじゃなくてこのライン取りもかっこいいですね。これ滑り大きいですよね。そしてスピード見せる滑りでした。最高。はい、優勝岡慶次郎。ありがとうございます。さあ、ということこちらがリザルトですね。もう文句なし、その岡慶次郎が圧倒的だったんじゃないでしょうか。優勝。そしてエニには吉田麻都が入り、はい、そして3位にはスイスのレミ・ベナモとなりました。はい、結構ね、こう大会全体的に見て海外の選手が強い、大会だったんですけども、その中でもスノーボードの選手だ、日本人男子がかなり健闘した大会になりました。はいはい、さあ続いてスノーボードウィメンス。はい、スタートリストですが、こちらも熱い滑りですよ、うんうん、皆さん。そうですよね、はい、パッと見ただけでも本当に日本勢以外でも世界各国から、ね、参戦しているというこのメンバーで、はい、スノーボードウィメンズ行います。はい、見ていってみましょう。まず最初にチェックいただきますのがこちらですね、伊藤睦美。睦美選手、うん、結構ね大会たくさん出てる選手でもあるので、はい、この大会の中での自分の滑りっていうのを作り上げるのが上手い選手だと思います。ジャパンシリーズ転戦中なんですよね。はい、そうですね、たくさん出てます、はい、でこのやっぱりね他のジャパンシリーズと違って、やっぱりこの大会ってねやっぱ特殊でむちゃくちゃシャドウがきついんですよ。そうですか。でその中でやっぱり上から下まで自分の滑りで通してくる、自分のスピードで通してくるっていうのがやっぱりこう、はい、それだけでも大事になってくるという感じです。さあ、43番が茂木めぐみです。はい、茂木選手もうまいですね。茂木選手も前線転戦中なんですよね。そうですね、はいはい、日本人選手たくさんね大会エントリーし始めて、あ、結構経験積んでますね。はい、さあそして変わっても、47番はそうですね、はい、オーストリアからです。これねパワフルな滑りしますよ。はい、注目ですか。しっかりね飛べるところを飛んでくる、はい、でやっぱこう他のね男子とさっきの男子の選手と比べれば大きさこそないですけども、しっかりね浮いてこうジャンプをアピールしてくるってな、この辺絶対あの後ねオーバースピードになりそうなんですけど、しっかりまとめてくる、その後もね、はい、ボトムラインまで綺麗に滑って降りてきました。エントリーの中では最高ランカーだと。そうですね、ということなんですけども、ふさわしい滑りを見せてきましたね。はい、ました。続いてこちらが東野ニナ。はい、うん、この東野選手もね、はい、もう表彰台常連の選手で、本当にうまい、スノーボードがかっこいい、スノーボードができる選手です。はい、で日本人のスノーボード女子ランクでもう1位ですからね。はい、海外選手顔負けの滑りをしますよ。ここもどこにつなげていくのか、ナイスです。はい、いい滑り。さあそこも飛んでくる、ジャンプしっかり入れてますね。はい、はい、ターンでつなぐだけではなくって、はい、ビッグ A を見せれる選手っていうのはやっぱり総合的に上位に食い込んできたのがやっぱり女子選手の特徴だなという感じですね。そしてブライオニー・ジョンソン選手、オーストラリアからの参戦ということでね、うんうん、南半球の選手少ないんですが、はい、普段どこで滑ってるんでしょうね。はい、めちゃくちゃかっこいいですよ。ここまだ誰も行ってないラインを深く行きましたね。ドローン映えする一発は気持ちいいぞ。本人もこの映像を見て喜んでるんじゃないですか。いや間違いないでしょう。はい、そして今ここは少しチェック入れながら次のジャンプポイント来るのか、はい、狙ってますよねこれは。はい、ちゃんとスピードの調整をしながらチェックし、ああなるほど、ね、キャバリリアルですね。スイッチボンセル180からそう、このターンもいい、ここナイス、気持ちいいだろうな。いやまだ続くよ。最後まで通して降りてきました。そして、はい、代わって登場してくるのがこちらです。はい、加藤沙耶香、トップの選手になりました。うん、この沙耶香、加藤、はい、これはねもう、うん、今白馬に住んでこういう斜面を滑り込んでるという選手です。で結構ね毎年表彰台にも上るんですが、そうですよね、もう今年キレキレでしたね。そうですか、はい、誰も行かない、大会でも優勝経験あるんですよね。そうです、そうです、はい、でやっぱり見てください、この、うん、男子でもねほとんど行かない、ね、このライン取り、急なライン取り選ぶかそこみたいな、しっかり見せてきます。はい、私の滑りというのを持ってる選手ですね。はい、やっぱりこうビッグエアというよりも、はい、やっぱこのビッグマウンテンな滑りという印象を僕は受けました。はい、そうですね、はい、
今回このクオリファイアのフォースターイベントなんですが、はい、チャレンジャークラスに一番近いと言われる選手なんですけども、はい、グラブもしっかりと掴んでいます、うん、見せるとこ見せてきますね。安定感あるジャンプですよね、はい、やっぱコンペ慣れしてるっていうのもあるのかもしれないですけど、見せどころ分かってますよね。見ててね、やっぱこう、あ、これ引くとこないなみたいな、そしてしっかり加点は刻んでくる滑り、素晴らしいです。スピードコントロールうまい、はい、そして速い、この縦のラインを見せる、うわこれいい、うわ最後の最後までね、パワフルですよ、うん、はい、見事な滑りでした。素晴らしいです、はい、リザルトです、はい、見事スノーボードウィメン優勝は加藤沙耶香、日本、そして2位にはオーストラリアのブライオニー・ジョンソンが入り、3位は東野ニーナとなってますね。はい、すごかったですね。女子も見応えありましたね。加藤選手に至っては本当に82ポイントで、もう男子でも全然表彰台狙えるポイントでした。本当すごいですよね。すごいな。はい、続いてはスキーウィメン。はい、行ってみましょう。こちらスタートリストです。今回も世界各国からこのスキーウィメンも参加ですね。はい、ですね。日本人選手の方が少ないというぐらいですね。はい、ここまでクオリファイアフォースターイベントです。はい、そんな中どんな滑りを皆さん見せてくれるんでしょうか。はい、はい、早速ダイジェストを振り返っていきますよ。まず最初はこちら55番が日本の選手ですね。はい、笹田選手ですね。千里、うん、はい、昨シーズン、FWT のチャレンジャーの方に参戦していた選手です、なんでヨーロッパの方の斜面も滑ってきてかなり経験値を積んでスピードすごいですよね。あのスピードで駆け抜けてくるんですよね、はい、なんでかなりこう経験値を今むちゃくちゃ積んでチャレンジャーのメンタルを一番持ってるのは彼女だったんじゃないかなというイメージを僕は受けました。でそこめちゃめちゃ攻めますよ。縦縦でちゃんしっかり飛んでくる。これは惜しかった。これは突っ込みすぎたか。ここ着ってたら表彰台でしたね、間違いなく。あ、そうですよね、はい、もう下から大歓声でしたね。惜しかった、はい。こちらも日本の選手、平川幸です。はい、うん、彼女はスキークロスの選手ですね、はい、スキークロスの選手ということはやっぱりターンだとかスキーのこちらもやっぱすごい強いんですよ、はい、こういう急な斜面になればなるほどスキーテクニックってさらに要求されてくるので、こういう見ました、今のターン、はい、あそこね、すごいかっこいい。さあ、そんな幸選手でしっかりね飛ぶ練習もしてるようで、しっかり、ね、グラブも入れてくるんですね。入れましたね、はい、はい、トリックもちゃんと入れていきます。こうターンだけジャンプだけでは勝てないですよ、しっかりね自分のスタイルっていうのをさらに入れ込んでくる、うん、そういうところが上位へのこう狙う選手の、まあ、ターンの一つのこの力強さっていうのも重要ですもん ね、はい、さあ変わってこちらが59番のドイツから参戦のジル・フレイ見ました。いいですね、なんかスプレッドな感じでちょっとモーグルを感じますが、でもいいです、もうザ・ビッグ・マウンテンって感じで、ちょっとここはこの緩急っていうところも重要ですよね、はい、狙ってるんですよね、はい、でここから一気に行くぞという感じで、ちょっと、ね、スピードコントロールがこの後ですよね、ちょっと流動性というところにはないんですが、はい、やっぱその後、はい、しっかりと、うん、他の選手にないライン取りというところを出してきます。うまく使っていきました。いい、はい、ドロップオフナイスですね、もう何がみたいな感じでドロップインしてランニングしていきます。さあもう一本つなぎます、ここ縦縦でね、うん、ドイツの選手ですが、やっぱり、はい、あのヨーロッパを滑り慣れてるという感じなんでしょうか、うん、縦のライン取り強い選手でした。さてこちらがスイスです、はい、ジェナ・チェラー。さあスイスの選手ね、うんうん、あのこぞって参加いただきましたが、皆さんうまいです。安定感が違うっていう感じでしたね、うん、はい、ここもそうなんですが、はい、やっぱりこうクリフを選んで入ってくる、でここね何も見えないんですよ、迷いないですよね、はい、いですよね、はい、あの縦のラインを飛んでくる、で相当度胸ありますよ。深いターンにつなげるところもいいですね、はい、で回しちゃう、素晴らしいです。ランディングの処理もむちゃくちゃうまい、安定してます。さらに飛んできます、別の角度でつないでくる。これ着地した後のスピードって、ね、かなりついていますから、それをコントロールするもともとの技術も高いわけですよね。続いてはこちらアイルランドです。ペルネ・コリン、はい、
ヘルメ選手も、うん、結構ね男子の選手と同じような、一番この B フェースの一番上から入ってくるという感じでしたが、はい、さあここスピードつきやすいんですけどね、ちゃんとコントロールして飛んできましたよ。結構荒れ始めているバーンなんですけども、もろともしませんね、はい、他の選手結構滑った後なのでね、難しいんですが、これジャンプ結構大きいぞ、相当飛んでますよね、これもただそこからのしっかりね、はい、スピードもコントロールしながらも、これもかなり大きなジャンプですよね。はい、早い、こうブレーキじゃなくターンでスピードをコントロールしてるなという印象をちゃんとジャッジに与えてるという、そうですね、やっぱこの辺もね、上位に入賞してくる選手はやっぱちょっと違うなと思いました。最後までかっこいいですね、素晴らしい。そしてこちらが優勝者ですね、スイスのエヴァ・バトーラ、はい、もうね、圧倒的でしたね、うん、はい、あちょっと間違って男子の選手降りてきちゃったんですっていうぐらいの滑りでしたもうホースターの常連、はい、真似できません、正直一旦ここで止まるんですけども、はい、ここも自分の斜面を選んで縦がないんですよね、はいはい、大きいとこ飛んでくるんですよ、うん、やっぱねあのパワーが違うなという印象を受けました。はいはい、まず見ていてどこ行くんだろう次はっていう、そうそうそう、ワクワクする滑りというかねやっぱりこうターンしてる時の、スプレーとか見てもそうなんですが、はい、すごいねしっかり踏んできてるなっていうスピードに乗せて踏んできてるなという印象を受けました。飛んできます、ね、これもすごいジャンプだ、はい、小さく飛んできそうなところをしっかりとね大きく飛んでくるパワーのある選手でした、はい、素晴らしい滑りでした、はい、この滑りで85ポイントをマークしたスイスのエヴァ・バトーラが見事優勝という結果になりました、はい、すごいかっこいいですね、うん、ただただもう惚れ惚れするような滑りでした、ね、あのうまさもあるし力強さもあるしまたまあ賢いですよね、うまいですよね、方を知っているというか ね、はい、世界のいろんなフェースを滑っているんでしょうね、キャリアを感じさせる滑りでした、うん、はい、さあ続いてはスキーメン行ってみましょう。さあこちらも楽しみですよ、はい、どんなメンバーが出ているかと言いますとご覧のスタートリストになります。海外選手多いですね、そうなんですよね、どのカテゴリーもそうですが、はい、一番のエントリーが多いカテゴリーということになりますよ ね、 そうですね、はい、じゃあ見てみましょう、うん、まずご覧いただきますのがこちら18番、日本のそうご存知ですか、古谷達郎あれをクラッシュありました。大丈夫だったんですか。大丈夫でしたね、結構リスタートは早かったんですよ。うわやっぱこの大会そうなんです。おわ2回目もしっかりトマホークかけてくるというね、やっぱねあの、クラッシュしてもその後リスタート早ければこうやって、うん、あの上位に入れるっていうのがちょっと特徴かなと。そうですか、はい、思います。続いてビューナンバー4です、堀江隼人、はい、深いターンが気持ちよさそうだ。さあしっかり飛んできます。1、2、3、ゆったりとしたグラブでそのままこの中ねすり鉢を滑っておりまして、うん、自分のねそうってもうライン取りっていうのを持ってますよ ね、 すね、うん、はい、結構ね攻めたライン取りしてました。ここも飛んできますよ。フランスのデュマはこの縦のラインでどう縦上からこのドローンのカットで見ると、はい、さらに凄さが分かりますね。落差相当あります、はい、下からで分からないこの高度感というのが選手目線で見えます。ここも、はい、しっかりとジャンプ入れて、ほとんどの選手が真ん中飛んできてたんですけども、うん、はい、その後のスピードコントロールなんかはね見てるとやっぱスキー技術ある選手は、うわー、柴田勇気バックからのフラントバックからのフラントをつないできましたね。すべて解放してすべて解放、これもう板が外れると NS というのはノンスコアということですね。スキーの場合は板が外れてしまうと得点が入りません、うん、はい、そしてこちらはニュージーランド、はい、フリーマン選手ですね、うん、エリー・フリーマンは結構クリフラインつないできました。やっぱねこう他の女子の選手には見られない、はい、こうもう本当にまあ、優勝選手ってかっこよかったんですけどね、ええ、本当にこうスピードに乗せてそのままかっ飛んでくる、うん、やっぱこうスピードコントロールはするんですが、ええ、そのスピードで入るのみたいなスピードでそのまま飛んでくる選手というのは見応えありましたね、そしてこちらがフランスのヤン・ビアレット、はいはい、ビアレット選手もやっぱこうスキーアーズレフトのここのラインをね全部つないできましたからね見応えありましたよこれ。尾根沿いに来てそのまま上がってました、はい、全てつないでます、うん、そのまんまのスピードでボトムまで滑っていきました。
もう自由ですもんね、スタートとフィニッシュしか決まっていないわけですから、はい、そうです。その中で自分しかできないラインを、はい、自分に一番合ったラインを選んで、そうですね、フランス、ベノワ・ラムールバックフリップ着るんですよ、これ絶対弾かれたと思ったら耐えてきましたからね。あれ距離にするとどれぐらいですか？20メーター、25メートルぐらい飛んでるんですか？出ますよね、はい、25メートルプールをこのシャモで、はい、超えてくると、はい、さあさらに佐々木源選手、ここでめちゃめちゃ飛びました。惜しかったんですよこれ。うわ惜しい。ちょっとねオフアクセスなランディングにはなってしまいましたが、ね、うん、本当に実力のある選手、優勝経験もある選手です、はい、また期待してみましょう。平山選手ですね、うん、平山俊選手、この歓声が湧いてますよ。360決めてきます。この使い方うまいですね。うまいんですよ、彼は北海道からのエントリーなんですけども、はい、やっぱりね白馬の山にしっかり合わせてきました、ね、うん、さあ続いてこちらがミシェルですね、はい、ミシェル選手。さあこちらもクリフラインを力強く攻めてきたという、うん、縦のラインですね、はい、もう一発いく、バックリップもでかいアプローチから見えないんですよ、ランディングですよね。くるな、すごい。そして星野光雅選手、この今のすごいす、ね、スローモーション見てるかのようなぐらいの決めてきますね。いやー、はーい、やばい。彼にしかできない滑りというのを見せてくれたと思います。でもさあフロントが惜しかったわ。これ決めてたら優勝したかもしれないという攻め続けました。はい、ノンスコアです。うん、ガバン選手、試合ガバンですね、ガバン選手、うん、これどうだ、やっぱ海外選手、特にフランス勢の躍進が目立った今回の大会の中でも、やっぱりね、上から下まで ほとんどスピード変えず降りてくる、はい、しっかり飛ぶだけじゃなくてね、トリックを入れてくる選手というのが目立ってました。やっぱり上位選手はしっかり飛んでトリックを入れてくる、描いてますよね、フリップ、はい、決めてきますよね、この1本のランで、はい、もう全て出し切る、強い意志を感じました。続いてはこちら、フランス同じくレオ・ドルエ、はい、さあこちらの選手もフランス選手ということで、今回フランス選手がね、もう表彰台独占だったんですが、はいはい、もうチームで参戦してみんなで、楽しそうに滑って帰りましたね。あ、そうですか見てくださいこれ、バックフリップ楽しいって余裕ですね、はい、ランディングダボでいけんじゃないかなっていうぐらい、もう一発入れちゃおうかなもう一発決めてきますね。ここで、ね、ここもこのね、ランではなくてすごいです、はい、あとグラブも決めてくる。そして優勝者のランとなりますね、はい、こちらがネモ・プラーニュー、あ、他の選手が選ばないスピアーズレフトのラインです。クリフラインをつないで、だって行ってここですか、こんですよ、この距離、ここまで飛ぶかみたいな。今360回りましたよね。撮影なのかなっていうぐらい余裕感を感じる大会というより気持ちいいラインの撮影っていう、やべー、これはで、まだ縦に行く、はい、そしてここも飛ぶ、ターンじゃなかった、見せる滑り、優勝は、これも文句なしですよね、はい、今の滑りで84ポイントをマークしました。ネモ・プラーニュが見事優勝、ワン・ツー・スリー・フォーまでフランスという結果になりましたね。はい、はい、いや本当にちょっとね、奥まったフェイスを選んで、はい、今回の大会を、開催したんですが、うんうんうん、もう普通の人もぜひ生で見てもらいたいと思うぐらい、ね、エンターテインメントな、素晴らしかった、見えました。さて表彰式です。表彰式の時間も青空、そうですね、一日晴れ渡ってましたね、うん、このトロフィーも味がありますね、はい、海外選手も、ね、すごい楽しそうでしたよ。表彰式みんな参加してくれて、あ、そうですか、表彰台乗って叫んでましたから、ね、さてこちらがエヴァ・バトーラ・スイス、そしてネモ・プラーニュー、そして加藤沙耶香、岡圭次郎がそれぞれ優勝となりました。おめでとう龍也さん、はい、見応えありました。いいものを、ね、見せていただきましたね。いいもの見ましたね。ね、本当に。やっぱり今回の大会、もう総じてコンディションのいい中で行うことができたので、はい、選手の皆さんも、はい、ポテンシャル高い選手をちゃんとそのまま全部出し切れた選手っていうのが多かったように思います。はい、もうね、来年が待ちきれないですね。来年はどのフェースでどんなラインが見られるのか、はい、ぜひ皆さんもチェックしてください。
2024東洋タイヤーズ FWT 白馬クオリファイヤー4スター、また来年お会いしましょう。